はい、ということでございまして、本当に怪談師というやつらは時間を守らないやつらばっかりです。台本には1人20分程度で25分までと書いてましたが、もうあれですね、みんな喋り出したら止まらないんです。時間見てませんからね。最初に田中俊之君がやった話も忘れかけてますでしょ、皆さんね。はい、改めて怪談師の皆さんどうぞ。はい、もう改めましてどうもありがとうございます。それではちょっと今日やった怪談のタイトルをお座りください、皆さん。はい、田中俊之呪物展ですね。はい、川名さんがこれ、え、ついの住みか、いた子さんが OL、 違う、一つ言うていい、はい、いらんかったやろあれ。いや、この場所やからちょっと文化人っぽく言いたかったんですよ。10分喋った後に忘れてくださいって、誰、何が言いたかったんや。いや、なんかね、文化人で、そのなんか歴史って文化人っぽいじゃないですか、ここ花街で。あのね、揉めたことあるでしょ、SNS で。もうほんまにと、OL 土の子殺人事件や、今日の話。何が言いたい、散々言うといて。さあ、今の話は皆さん忘れてください。では本題に入ります。10分無駄や。いや、みんな帰り見に行きたいじゃないですか。まあまあ帰り ね、はい、ね、で山岩さんが身代わりの巫女ということで、巫女の話ね。はい、ということで、まあ一言に、まあ、今回7回目でもちょっと一応閉じますけども、うん、怪談ってほんまにいろんなアプローチがあるんやなと思いますけども、うん、もう今日は僕ちょっと思ったんですけど、今までなんかこういろいろね、怪談のアプローチあった中で、田中俊之君はもうほんまに今最初からもうオカルトコレクターやった。怪談グランプリからですね、はいはいはい、関西あべこべで優勝して、はい、はい、あそこで制作会社に付けられた名前なんですよ。あ、そうなん。そうなんですよ。で、最初嫌やなと思ってたんですけど、はい、あ、でもあの時はまだイラストレーターやろ。そうです、そうです。俺確か最初谷氏に紹介された時、イラストレーター何やってんのこの人って言ったら、怪談グランプリ優勝した田中俊之君ですって言って、確か稲川淳二さんと俺が愛知県でやった会談の時にゲストで来てるはずや。そう、行かせていただいて、はい、その時はイラスト描いてましたね。描いてたやろ。はい、今はほぼ描いてない。描いてないんか。だから本当にオカルトコレクターになりました。ほんで、じゃあその時に会談グランプリの鑑定の稲川さんの会談グランプリ出た時はオカルトコレクター田中俊之っていうので出たんや。あそこで初めて出ました。あ、ほらその時なんで俺オカルトコレクターになってんねと思いました。あれと思って。うん、ダサッと思ったんですけど。でもなんかずっともうつけてもらったからもう言っていこうと思って、はいはいはい、はい、オカルトコレクターに寄っていきましたね多分。そうやんな、はい、最初の頃だって俺と初めて会った時もその怪談グランプリで優勝したって言ってたけど、なんかそのオカルト的なものを集めてるようなことは言ってなかったもんね。全然言ってなかったです。でも確かに階段やってたら譲ってくれるんで、はい、持ってたのは持ってたんですよ。ああ、はい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 、はい、それをこう表だっていうことはなかったですね。そうやね、前だからいっぺん茶屋町階段、前町村茶屋町階段の時も、はい、田中俊之君にいきなりなんかこれ結婚式の二次会の写真ですって言って、もう本当になんか奇妙な写真持ってきたもんね、はいはいはい、あれももらったやろ。あれももらったんですよ。はい、でそっかからですね。だから僕も未だになんで集めてる。あ、でも今日聞いたらもう全部で120点ぐらい。そうなんですよ。もう後戻りできんなと思って。そうやんな。はい、これは谷氏と松原谷氏と飯食いに行っててんけど、その時にとしちゃんさ、としゆきさってあれ、はい、集めてるけど最後どうすんねやろなって言って。そう、だから僕も、考えたんですよ。最後死んだら、うん、一緒に焼いてくれって言ってるんです全部。いやいや120点は。で、チャーミーっていうちょっとずっと一緒の特別な人形があるんですよ。はいはいはい、チャーミーね。チャーミー残しで焼いてくれって言ってるんですよ。ほうほうほう。チャーミーだけは他の、まあ、早瀬くんなり、はい、まあ、早瀬くんは多分、はい、誰かに預けて、預けて、他は焼いて全員で一緒に行こうって言って、全員で一緒、全員って人でもないと思うけど全員で一緒に行こう行こうって行こうっていう、はい、一応アプスーさんにと下駄さんに頼んでます。ほう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 。
でもこの間もでもそのね呪物展やったでしょ、ええ、あれも本当になんかまあ田中俊之君を知らんやつらもいっぱい来てたやろ。来てましたね、半分、いや、まあ、3分の1はそうやったと思います。本当に結構若い子たちがカップルで。そうなんですよ、こうあんまし見ないような、うん、なんですか、ホストみたいな人とかね、はいはいはい、なにこれとか言いながら怖っみたいな、はいはい、でも当然僕田中俊之と早瀬康弘のことを知ってるんやろなと思って、そういう ホストっぽい人にも、うん、あどうも田中ですって言って、こちらはですねアフリカのってこう説明するんですよ、うん、はいはい、じゃあえ誰え怖っ、キモみたいな知らんのみたいな知らんと来てんのみたいな。だから多分あの呪物展っていうのがもう多分こうヒットするってあるやんか。はい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 。で俺なんかすごい階段の、お客さんというより全然違う層に、うん、全然違う層で、例えばなんか前種子君が言ってた大阪でやってた、東京でもやったと思うけど、いわゆる幽霊画展とか、はいはい、あれなんもやるとやっぱりなんか種子がなんか見に行った言ったけど、全然なんか普段怪談を聞いてるかどうか別にしてこの幽霊の絵を見たいっていう人はやっぱ一定数絶対いてはんねんね、うん、だから良かったと思うんですよ、そっから、うん、なんとか階段に引き込もうと思って、はいはいはい、その層を、はい、だからそういう知らちょっと僕らのこと知らなかった人には、はい、階段をちょこっとやったりしてました、ね、おそうなんや、そこをもうそういうアプローチをして取り込んでいこうと、はい、取り込んでもっと、まあ、でも言うてもね、いた子さんも前言ってましたけど、ヤンキーは階段好きですからね、まあね、大体そうですよ、うん、ヤンキーと暴走族は階段好きですよ、階段好き、でまあ、えらい目に遭うんですよ。だいたい水商売もだいたい階段好き、ね、そうですね、うん、そうなんですよ、だから、ね、ほんまになんか昔はね、こう板子さんがまた僕のラジオ出てもらって言ってたけど、ヤンキーの魂を煽るためにこっちがこういう話したら絶対ヤンキーも負けじと取ってくる、うん、いい話するんですよ、いい話よろね、でも大体ねあいつらも初めね気抜いて舐め寄るんですよ、はいはいはい、でこっちがガツンといくと、うん、話し合ってきてね、なんかあれやろうとかこれやろうとか仲間が集まってね、いい話、俺らもっと怖いとこ行ったよっていう、あれやろうぜとか、あれやろうぜとか、なんかそうなんだ、ね、で多分ね彼らね恥ずかしいんですよ、偉い目にやってるから、うん、なかなかいい話してくれないんですよ、うん、だからそのちょっとビビらすとこっちからガンっていくと、うん、そのやりたくない話をしてくれるから、そうやね、昔はね、今は変わりましたけどね、今は変わりました、まあ、でもほんまにね、今日ちょっとね楽屋で言ってたんですけど、この間川原さんがね八王子階段の本出された時に僕最初の方に出てた話で、はい、マイク入ってますか、はい、大丈夫です、ずっとこの自分とこの家を建てたら、はい、そっからずっとこの一本の道が家の前にあって、ほとんどの家がここ建ってないのに自分とこだけここ建ててしまったっていう話があって、そこに本当にね僕久しぶりなんですけど、落ち武者が出るっていうのは階段にありましたね、うん、はい、書きました、はい、あれは本当に あるんでしょ、あの家は。そうです、そうです、本当にあります。でだからご本人にね書いていいですかと、この、うん、要するにご近所の方なんかにはもうバレてしまうわけですね、うん、はいはい、でもしそのご近所の方、町内の方が本を読むと、うん、うちの息子さんがこんな先生にお話バラしちゃったんだ、うん、話しちゃったんだみたいなことになっちゃうんで、うん、ピンポイントで分かっちゃうから大丈夫かなと思ったんですけど、はい、ぜひ書いてくださいということなんで書かせていただいたんですけど、そうなんですよ、ところがね僕はその話も怖かったんですけど、久しぶりに読んでて落ち武者、落ち武者これがね今日山谷さんも見てたけど、僕ね最近ねこんだけ階段集めてて、もう最近皆さん落ち武者ってあんまりキーワード聞かないでしょ、うん、まあ、珍しい、あれこれ珍しいよね、もうなんか落ち武者って昭和で滅んでますからね、そうなんですよ、落ち武者ね、昭和の階段って、だいたい2つのパターンが類型があって、うんうん、1つは人玉、うんうん、でもう1つが落ち武者、このところがもう落ち武者本当に最近聞かなくなりましたよね、落ち武者って言葉自体を20代の人は知らない、知らないんじゃないですか、多分もう呪物見に来てるホストは落ち武者わからないですよ、うん、だって本当に僕が初めてこれぞ心霊写真っていうのを友達から見せてもうたんがよく言ってるんですけど、俺の中学校小中の同級生が別の高校行ってるんですけど、そいつが
あの誠お前心霊写真とか好きやんなって言われて、でうちのな修学旅行な中尊寺の金色堂行ったけど、そこの前でクラス45人ぐらいが男子校なんですけど、撮ったらここのとこにこう手が古典的なこの昔、はい、心霊これやんなこれ、手こうやってまっすぐやってんのにここに置いたやつね、そうそうそう、はい、ここに手が乗ってるとかいうパターンの上に、はいはい、本当にこの大きな木のご神木みたいなところの上に本当に鎧武者が、おお落ち武者や、いやそれがね落ち武者じゃないね、ザンバラ神じゃないね、本当に鎧の着たちょっとしたこう馬に乗ってるこんな刀をかけてる見事な武士が映ってて、すごいですねそれ、いやあれね俺ほんまにあれもらってんけどなくしてしもてん、いやいやだってその当時だって俺大学生ぐらいやもん、それ結構お金なりましたよ、いやお金なったんやそれ、あん時なんで俺は桜井にあれを渡したかったってこと、いやほんまにこの見事なぐらいの侍の写真が写ってて、ね、3つぐらいあったんですよ、その木の森のとこに手が 何人かの上にこう肩のとこ手が乗ってて、上に3つぐらい3体ぐらい写ってて、じゃそんなんだってさ合成しようないや修学旅行の当時はね、そんな簡単できないですからね、できない今とちゃうから、ところがその頃からあの大槻健二君が子供の頃に土曜日学校終わって帰ってきて、あのよくある家の裏庭にあったちっちゃい子供が乗るこの両方向かい合うブランコあるじゃないですか、子供が乗るちっちゃい子供が乗るあれで、家帰ってお父さんお母さん小学校の時にお父さんお母さんがいなくて、あれお母ちゃんどこにおんねやなと思ってトコトコトと細い路地抜けて裏庭行って、そのブランコの上にあなんかおると思ったら、ザンバラ神の侍の首が乗ってて、首で大槻健二それ見てえっと思ってビビったら、急にニタッと笑って不意に飛んでいったっていうんですよ、消えたんじゃないや飛んでいった、飛んでいった、これが大槻健二君が俺に言った話なんですよ。面白い。でも飛んでくパターン聞いたことある、片田君書いたこともあるんですけど、はい、飛んであのなんかザンバラ神の落ち武者の頭が飛んでくっていうのはやっぱり聞いたことありますね、うん、で、 でもね確かにすごく少なくて、うん、私何千も集めちゃってるんですね、はい、書いたのはそんな多くないんですけど、うん、話集めるだけならでも多分 10話ぐらいしかないんじゃないか、落ち武者は。落ち武者ね、少ないですね、少ない。だからね、あとその認識してる中で僕は落ち武者の話で、僕の大学時代の陸上部のやつがあのちょうどあの夜に京都 あの住んでるところが御殿が池の近所の岩倉っていうところで、そこで陸上部のやつが大会に向けて走ってたら、あの前にあのここに矢が刺さった人が走ってたって言って、それは何でかって俺がおもろかったのは、幽霊やと思ってないねんな、そいつ。あー、なるほど。走ってたら京都やなって思ったらしい。どういうことですか、京都で刺さった人。いやいや、そいつは京都の人間やなくて島根かなんかから来たやつやって、あ、なんか京都は感じがしますね。走っててなんか自分の前に走ってる人がおると、で自分陸上部の俺が大会に向けて走ってる、まあまあ追いつかんと、でふっとこうでミドル街で当時全然光なかったけど、うん、月明かりで見たら曲がっていくときにここにこうザンバラ神で、最初女の人かなと思ったらふっと近づいていったらここに矢が刺さってるとでそれを見たときそいつ幽霊やという認識がないから、うん、普通おいらやったらあそれってって思うんだけど、うん、そいつ落ち武者とかもそんな全く分かってないやつやから走りながら見て、で次の日に誠京都ってすげえなって俺に言ってたんよ、食堂で共産の食堂で昨日走ってたらさザンバラ神にここに矢刺さってる人がおったけど追いつけへんねん、幽霊ですよ、矢が刺さってんのに幽霊ですよ、矢が刺さって矢が刺さってるやつに勝てない、勝てない、すげー、ほんで何も走っても置いていつの間にか消えていったから京都ってすげえなーってもうそれで京都はすごいな、でも済まされますよね、京都の人ってあまりにも歴史が古いから、そうや、ね、幽霊見ても結構それで済むんですよ、済むね、あもうそういう場所やからしょうがおまへんねんみたいな、そう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 、ま
ある意味正しい。ある意味正しい。正しいかもしれない。そうだけど、うん、そうやって僕らとか僕とか板子さんなんかもうほんまに昭和の時は、うん、割と落ち武者の階段って多かったんですよ、ね、多すぎますよ。何でも落ち武者でしたもん。何でも落ち武者とりあえず落ち武者出ますもん。そうそう、落ち武者ってもうなんか根こずりしてましたからね、ガッシャンガッシャン音がして振り向いたら落ち武者が歩いてると。だから頑張らが目に指刺さってる。あのだから大阪城で付近で落ち武者を見なくなったっていう話はありますもんね。そう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 、あそう聞こうと思ったんですけど、うん、大阪で有名なホテルで、うん、みんなそこ芸人の方泊まるところで落ち武者が出るっていう。あそれはもう今なくなった朝井放送の向かいに、旧朝井放送の向かいにあったそこ、いつもあそこはもう落ち武者が座ってるでしょ。落ち武者だらけだったでしょ。落ち武者のメッカ、落ち武者のメッカ。あれもう今潰してマンションになってるけど、潰れたんや。そうそう、あれはね、旧もう旧朝井放送を潰れて今なんか確か聞いたタワーマンションになってて、あの落ち武者どこ行ってやる。いるんじゃないですか、まだもしかして。おりゃタワーマンにおる落ち武者。あれは一番有名なのは僕は渡辺徹さんが泊まった時に、渡辺徹さん、そうそう、あの夜のエイタイムっていう番組やってて、んでいつも終わって11時半に終わんのかな、11時半か12時ぐらいに終わって、そっから飲みに行って3時ごろ帰ってきて、でホテル自分の部屋戻ろうと思ったら向こうからガシャンガシャンガシャンってほんまに歩いてくんねんって。ほんで渡辺徹さん最初え何がおんねんと思うけど、自分の泊まってるフロアのとこほんまに前から侍が歩いてくるから、自分がこう渡辺徹対落ち武者っていう対峙になって、で渡辺徹さんが怖いから壁際にこう下手って張り付いてる。いや怖いですよね。でその前を落ち武者がこう通り過ぎていって、でうわガチで落ち武者やって言うてはって、で自分の部屋戻りました。うわ怖かったなと思いながら、まあでもそれでもシャワー浴びて、ほんで寝たらしばらくしたらまたガシャーンガシャーンって言ったら、本当に扉通り抜けて落ち武者来て入ってきたんや。で自分の周りぐるっと回って、うわ怖っと思って、もうほんま寝転びな布団かぶってたら、ほんまに落ち武者ずっと自分の部屋回りながら、そのまままた壁に持って消えていって、消えてったんや。その話は俺その見たし、その夜のエイタイムって番組やった時の、うん、その先週めちゃくちゃ怖かったんですよって俺に言うてはった。リアルで、もうリアルで、その次の週に俺なんか番組のゲスト呼んでもらった時に、真子さん幽霊信じますって渡辺徹さんに言われて、いや何があったんですか、いやあのホテルって言って言うて落ち武者になった。この話を僕にしてくれたんですよ。いろんなね芸人さんが見てるんですよね。いや僕も見てますし、見たんですか落ち武者。僕も落ち武者そこで見てますし、うん、あのあとねようわからんのがね、あのババア持ったんですよ。ババアいます。落ち武者とババアがセットで。いやあそこだからもともと墓地やったんで、さまざまなあのね、桂南光さんも泊まったし、僕も1901って階段もんであそこの部屋のこと書いたし、あとはだからその千脇真由美さんっていう FM やってる元ミュージシャン、千脇さんも夜中に FM 終わって泊まってて、そこの部屋に自分の部屋戻るときに自分の部屋の一体芸能人って一番端っこに泊めてくれる。そうなんですか。隣の部屋ないようにしてくれてる。あなるほど。それで行ったらあの白いもやがあって、なんかすんごいもやってたらこう老婆が一人座ってこと。怖っ怖っ。でもその老婆の横が自分の部屋やねん。怖っ行きにくい。最悪じゃないですか。最悪やねんって。これもあの千秋ちゃんがほんでほんまにそこにふわーもやがあって、でもうっすらほんまにこんなぐらいのグレーの着物のおばあちゃんがこうじーっとこう怖っ。ただにらみもせえへんねんって。ほんただこうしてるだけやって。分かってないかもしれないですね、人のこと。そうそうそう。ゆっくりゆっくり近づいて目上げへんから、そのおばあちゃんの横通ってドアを後ろ手にこうやって開けて入ったって言って怖いやだからあそこほんまにね、なんかあそのホテル残ってたらもう本当に最高のミステリーの。今じゃね、今やったらみんな泊まりますよね。そうそうそう、ね、南光さんも自分が泊まってたり夜寝てたらなんかどん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 って音がして、何この時間に何って思ったら1時半ぐらいやったけど、黒いなんか真っ黒クロスケみたいなやつですね今で言ったら、うん、黒いのがふーっと減って、へここへ部屋の中に来て自分の横で真っ黒クロスケみたいなのがおって、触ってええかどうかを分からんけど、じゃあどう見ても何遍見てもここに真っ黒な球体が
あってしばらく見つめてたらそれもなんか急にまたふわーって向こうに戻っていったって、うん、で壁から抜けて消えていった壁に行けるやって言うて、あれは一体何やろうなって言って、だから本当にあれすごい面白いホテルやってるけどね、なんかあの階が決まってるんでしょ、何階かもしれない19階19階に必ずあるんですか、ね、芸能人はほとんど泊めてもらうのが19階やね、え、なんでですか、いやそれはなんか19階がずっとあのあったんです、 なぜか19階、なぜか19階が人的に泊めてるじゃないですか、お事務所と戦わせようとしたら分からんけど倒してもらおう、そう倒してもらおう、倒し、あ、そうなの、うん、いやだから1919階は本当になんかみんな後で聞いたら、俺はなんで自分が19階泊まりたかったか、自分が仕事をサイキックやってる夜中泊まりたかったのは渡辺徹さんの話が19階やったから指定したよ19階を、ああなるほど、もう自分も落ち武者にいたいと会いたいや、トレンド落ち武者やしね、昭和ね、昭和のトレンド落ち武者やから、でも今タワマンなんですよね、うん、その19階と同じぐらいの高さのところにいるんじゃないですか、そうなんですよね、僕もそう思うんですよ、そうですよ、我々で行って下のタワーの下で、はい、高さの問題なんですかね、いやその空間の落ち武者が好きな道がそう階いわゆる霊道でしょ、うん、いやまだいるんですよ、なんかがこう壁の中にあるとか、うん、なんかのものがあるとかそういうのが大体多いですよね、そうやね、だから標高で攻めてくるってあるんですかね、標高僕らも分からないですよ、ね、70メートル以上落ち武者地帯とかあったんだ、だんだん上に上がってるじゃないですか、だんだん、それ成仏です、そう成仏の角度、成仏の角度だから今見なくなったんじゃないですか、いやそうなんかね、だからほんまに今、うん、いやだからさっき山根さんがいや鎌倉あたりではまだあるって言ってました、まだあります、落ち武者令和になって落ち武者聞いたのは鎌倉です、やっぱり歴史のある土地だと長く語られるしみたいので、うん、私もあの小坪トンネルでもまだ結構昔落ち武者出るって本当昭和の頃よく言って、はいはい、まああそこ未だに出るなんていう人いますけど、うん、落ち武者出るも聞いたことありますけど、うん、あの近くで僕も本当に令和になってからの話ですけど落ち武者を見たってやっぱり若い女の子がいて、だから落ち武者の感じ分かってないんですよね、そうでしょうね、落ち武者で言ってくれてるんですけど、俺の共産の友達みたいなもんでしょ、だからいやまあ落ち武者のって言葉自体も分かるんですけど、うんうん、落ち武者って何かっていうのを改めて考えたら、うん、わかんない、落ちぶれた武者じゃないって言ってた落ちぶれた武者、まあ、間違いではないけど、当たらずも遠からずやけど、身を落ち崩した武者みたいな感じなんですよ、身を落ち崩した、ね、ただ、まあ、そのデザインはわかるので、うん、でまあ、彼女じゃなくてお姉ちゃんがちょっと霊感体質って言ってて、はいはい、あんたにはいつも軍人さんがついてるって言われたんですよね、軍人さんも僕レトロだなと思ったんですけど、出た軍人さんもすごいな、まあ、なかなか昭和じゃないですか、軍人さんって言わんもんね、でその軍人さんがいるんだけどそれがもう厳しくあなたを守ってるんだけどそしたらお姉ちゃんがその近く行った時になんか来れよって言ったんですね、うん、大物が来るよ、軍人さんが敬礼してるって言ったんですよねそしたら落ち武者でだから軍人さんはなんかやっぱあの武道への先輩になんか挨拶してた的なこと言ってたんですけどなんかまあ本人の感覚ではただすごいのが来るよって言ったら落ち武者で確かにすごかったっていう話を聞いて、ちょっとこの時代に聞く話じゃなかったんで面白かったです、そうですよね、昭和ですね、やっぱ今の流れで言えてよかったです、なんか言いたいけどちょっと正気で聞こえない話になるし、ね、まあ今ね多分落ち武者やと分かんない、そう、ね、軍人さんだって言わへんもんな、いや軍人さんもだからね、いやいやだから本当にあのそういう意味で言うとあの、まあ、こんなん言うとあれだけど僕もあのいっぺん行ったあの俺と西浦君で一緒に行った沖縄も、うん、あの同じ体験をした人がおってあの沖縄のとあるホテルで寝てたらあの本当に夜中になんかうわーっていう声が聞こえてくると、でえな何の声何の声と思ってなんかパッと目覚めたらそのホテルの扉から4人ぐらい あの軍人さんがなだれ込んでくる怖っ怖っ、バタ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 ってわーとか言ってボーッと通り過ぎていくのを一人が体験したんですよ、ね、でこれがただ単にそんなだけの話だと、まあ、そんなんも夢かもしれんなと思ったらこの俺の友達が一人それ体験してるんですよ、でそれから3日後にまた別のやつが俺の知り合いがまたあの3日後ぐらいにそのホテル同じ部屋泊まってるんですよ、ほんな同じ体験をしてる、わーっていう声が聞こえたら4人ぐらいの日本兵の人がザザザザーッと走っていったっていう、そうなんですね、でこのホテルはちょっと名前何回も変えてて
まあ、詳しく僕の名前、まあ、旧の名前聞いて、俺と西浦が、俺が時間がたっぷりあった時そこ行ったんですよ。あの時ね、呪いで、霊の仕業でね、そうそう、霊障で、霊障で、霊障で1年休んだ時、はい、ありました。あの時も俺と西浦は2人で行って、うん、ね、西浦と2人で定点カメラで、どうだったんですか。いや、これがね、あの、それが、その思いつく現象がなかったのと、うん、俺と西浦が交互に激しいいびきをしてるというのとただ一つだけ唯一あの心霊現象があったのは、うん、俺と西浦はこうツインでこう止まってて、お互いこうやってカメラをこう定点カメラ置いてて、部屋全体映して入り口のとこカメラ撮ってたんですよね。で俺と西浦はこっち寄って、俺のベッドの横にカメラ置いて入り口撮って、なだれ込んでくる日本兵が映るんじゃないかっていうとこをカメラ置いたんですが、ただ両方ともなんか夜中にふっと目覚めて、西浦は寝てる、俺行った、あれ、扉の鍵がロックされてるんですよ。であれなんでと思ったんで、10円玉持ってきてこうコインで開けて、おトイレ行って、で戻った。で俺が寝てたら、西浦も夜中に目覚めたら、西浦もトイレ行ったらロックされてた。へえ。で2人とも次の日の朝カメラ見ながら、なんかあれやなって、お互い何もなかったけど、うん、お前トイレ行った時鍵ロックすんなよ、お前西浦寝ぼけてて、持ってたら、西浦が何言ってるんすか、誠さんでしょって、から時間差でロックされてたんよ。へえ、面白い。いや、ほんでこの時に2人で長いって、ちょうどあれね、その時はあのマイケル・ジャクソンが亡くなった日なんですよ、うん、ほんでそんな話してて、夜今日は絶対ロックしたらあかんでとかいう話してたんですよ。であ、そういうこと。そうで、ふってちゃうね、マイケル・ジャクソンはたまたま日にちがそうやったけど、うん、その2人で喋っててベッドの端折って、今日絶対ロック、寝る前またカメラセッティングしながら、今日絶対ロックすんなよって言ったら、西浦も誠さんも絶対ロックしたらあきませんよ言うてる時にカチャってロックされたよ。怖っ。その場で、いや、これはただ地味やんか、この話、うん、地味ですね現象としては地味ですけど、ね、今前の女の子が怖い言ってくれたけど、うん、俺と二人、西浦二人とも怖かってんけど地味やんね。でもあの人喜んでくれたからよかったですね一人だけ。いや、でも階段としては地味だろ。地味すぎて多分あーってみんなが多分わざわざなんかみんなの前でこの話を延々とする話でもないだけど、これほんまに地味なことで、カチャってなったよ。で面白いな。ほんまに二人ともえって言って、ほんまに買ったら、あれ開けへんぞ。面白い。だけど俺らの中で怪談現象言ったらそれくらいじゃ。あ、でもリアルですよ。そんなもんなんですよ。そう、リアルや。そんなもんなんですよね。うん、で目の前でカチャって言って、ほんまに閉まって、でそれで今ほんまに閉まったないけど、でもカメラも回ってんし、ただ閉まっただけで10円玉で開けれって言うんで、開けてこういう時思てん、これ西浦はカメラ回せ、つやさん覚えてるわ、カメラ回せ西浦はって言って、俺が今からカチャッと開けたら立ってるかもしれない。あ、そうですね、うん、立ってるかもしれない。で開けた瞬間に誰も立ってなかったとしても、いきなりシャワーがバー最高やって言うててんけど、カチャ何にもおらんし、そこは聞いてくれへんから、ね、聞いてくれ、ロックは聞いてくれたけど、ロックはしてくれ、ね、せめてシャワー出してくれればね。いや、ほんでその後や、ほんでその後また閉めて、なんやカチャまたやすごいな。でも頭抱えて地味や地味や。え、でも地味でもすごいですね。いや、すごい、2回もあったから、俺と西浦の目の前でそのことが起こったから、すごいですよ。確かに心霊現象やねんで、うん、答えてもいじってないねんか、中から鍵かけられてるわけやから、うん、だけど地味やんか。でもなんか幽霊というよりも妖怪的な感じしますよね。ああ、沖縄のいちびってるから、いちびってるから、大阪に行かないよね。そうそう、もう言うて大阪で言ったいちびりね、ふざけてるだけやから、ふざけてるだけやから、なんかキムジナーとかそういう感じ、ね、あ、キムジナーのね、そう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 、うん、なんかちっちゃすぎて、だからなんか盛り上がらんだよね、この階段っていうよりも、うん、盛り上がらないですけどね。そうやね。まあ、でもありといえば、あの、まあ、リアルはそんなもんですよ。リアルはそんなもん、そんなもんですよ。そうそうそう、うん、なかなかそんな、ね、目の前にこうなんかね、ザンバラ神のその落ち武者が現れるとかないもんね。あとね、兵隊さんが走ってくる、兵隊さんが走ってくるとか、もうそれ見たら俺も階段やめますね、嬉しくて逆に怖くてじゃなくて、あ、もう幽霊いるの分かったと思って。いや、今落ち武者見るんって結構レアってことですか。そうや、ね、レアですよ。いやいや、多分この中でお客さんで、ね、ほんまリアルでこの何10年ぐらいの間に落ち武者見たって人なんかもうおらんと思うで。手挙げてもらうんですか。ちょっと会場明るくしてもらって、落ち武者見たことがある人、
おえおら見てみな、もうおらんやろ。いない子供がおる、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 いらっしゃるんですか。いらっしゃる、この10年以内で。じゃあ、じゃあ、ほな生きてて落ち武者を一度見たことがある。あ、いる、おられますね。落ち武者見たことがある。それ田中さんじゃなかった、昔の。なんでやねん。昔の田中さん落ち武者言われてましたよね。そうやね、キャーって言われてましたから出たらね。そうそうそう、間違えられてるんですか。そうそうそう。でも今お二人も揃って、お連れさん風のがお二人がもう揃ってパッと手が上がったんで、だから多分二人の中でこの落ち武者鉄板の思い出なわけですよ。そうですね。鉄板の思い出。え、二人で同時に見たの。あ、全然。え、それいくつぐらいの時見たんですか。中学生ぐらいんで。おお、ごめんなさい、あの知り合いの方ですか。夫婦で。それを、それがきっかけで夫婦になったんですか。あ、違う。何、落ち武者恋。落ち武者、落ち武者恋。お互い分かり合える。マッチングアプリ落ち武者。落ち武者見たってこう。いや、でも落ち武者2人とも見たご夫婦って珍しいと思う。珍しい、めちゃくちゃレアですよ。めったに、レアやわ。いや、それ気づいてないだけで落ち武者が引っ付けたんですよ。なるほど。あ、落ち武者が取り持つ縁。まあ、そう考えた方が自然ですよ、ね、自然やね。普通夫婦2人で別々に落ち武者見ない、見ないですよ。当人違う違う言ってますよ。え、同じ落ち武者かどうか。気づいてないです、気づいてないです、気づいてない、気づいてないですよ。たまたま、なんかたまたま知り合った時につい落ち武者の話したら俺もやねっていう、そうですね、ところから話弾むじゃないですか。弾む弾む。確か弾みそうっすよね。どうやの。俺と、俺とだって板子さん2人で落ち武者の話したら3時間ぐらい喋ってますよ、ずっと。ね、普通弾まないですよ。弾まないです、落ち武者なんか。落ち武者みたいだ、ほんと終わりますよ。あ、そうそうなんよ、やっぱり。でもそうそう、やっぱり。いや、僕最近本当にこのなんか、なんかどっかの記事で落ち武者400年で成仏した説が出てましたね。ネットで出た時にはそうかなと。こんだけ集めてても、うん、ね、だからお久しぶりにこの小川さんのその八王子会談で、落ち武者が出るっていうだけで僕ちょっと感動したもん。あれね、でも面白いんですけど、あの家で落ち武者見たのは、あの私に語ってくれた人のお父さんだけなんです、うん、昔なんや。そうでね、おと、昔じゃないんです、うん、あの最近なんですけど、お父さんもご高齢なんですけど、うん、そのおじいちゃんだけが落ち武者を見てるんです。で、他の人はいろんな会には会ってるんだけど、落ち武者は見てないんです。うん、だからもしかしてその昭和原人みたいなお父さんだけが落ち武者を見ている。落ち武者がね、分かってくれると思ったんちゃう。そう、落ち武者を理解するあの年代の人だなっていう。多分20代の人が見たら不老者と思うんですよ、落ち武者じゃなくて。年今いくつやった。僕43。生まれは、生まれは78年ですね。昭和、あ、昭和ですと53年です。あの、もう年上まだ昭和やから落ち武者見れるかも今後、うん、知れんな。今聞いてて思ったけども、昭和の人間以外は落ち武者見ないと思うな。いや、もしかしたら分かんないのかもしれない、ね、あとイメージがあるのかな。あと、なんかさっきあの誠さんから聞いたあの黒いこうね、真っ黒クロスケみたいなやつ、あれは真っ黒クロスケはもしかしたらもっと霊感が強い人が見たら落ち武者だったのかもしれない。あ、霊感ないから真っ黒クロスケに見えちゃう。はいはい、桂、うんうん、南光さんですけどね。でせっかくこう承認欲求を発揮してこう出てきたのに、うん、こうそばにいるのに全然分かってくれないから、しょうがないなって出て出ていった。でもほんまにもうそう考えたら、このじゃあほんまに僕今ちょっとあのぜひとも皆さんあのね、落ち武者目撃したら僕のツイッターにぜひ、そうですね、お、もう本当にあの書いてほしいんですよ。いや、そうですね、うん、見ないですか、ね、あと全国の落ち武者もやっぱり今が出時ですよね。そうですよ。今ならもう落ち武者チャンスやぞ。今ならもう北野誠さんがもうガチで聞いてくれますからね、落ち武者ら。いやいや、もう広めてくれんぞ、前のこと落ち武者。本当に今出なかったら出るとこないないよ。そうや、でもなんか寿命って考えたことありますよ、やっぱり。うん、幽霊の寿命とやっぱ呪いの時効みたいな、はいはい、あるんじゃないかな。呪いの時効ありますね、うん、あるんじゃないかなと思うんですよね。今のところその言ってた落ち武者は400年、まあそれは何でか言ったら大阪冬の陣ぐらいのところから、うん、大阪の陣で豊臣方が滅んでから約400年以上経ってるから、そこから目撃でなくなったから、そう、もう落ち武者っていうのはもう出てこないんじゃないかっていうのが定説に言われてたんですけど、子供の時に確かに落ち武者見たら大阪城の話ありましたね。多いです、多いです、はい。そう、呪いはどうなんですか。呪いは江戸ぐらいですよね。でも呪いあれなんですよ、その関係者がいなくなると消えると。そうなんですよね。だから知らない人は呪いにかからないんですよ、うん、そうなんですよね。7代祟るとかあるじゃないですか。あれはね、7代っていうのは末代のことなんですよ。あ、
もう最あれ日本でね、あの7っていうのは、川野さんもよく書いておられますけど、つまり7っていうのは日本語で言うとあんまよくない、日本語ではね、7はよくないですよ、8は末広がりでいいんだけど、7っていうのはあんまよろしくないんですよ。そういう意味、そうだから、あの7代たたったるっていうのは、うん、末代までお前の一族が根絶やしになるまでたたるっていうのは7代たたるっていう、そういう意味、ずっととか永遠みたいな、うん、そういう意味、そうなんですよ。だから呪いはもし完結するんやったら、みんながその関係者が全員死なないと完結しないんですよ。僕のね先輩がね、まあ、働いてた先輩が、うん、30歳まで全然父親の方 の, あの親戚もあと 父親の方のお父さんお母さん呼んでもらうとか一回もなかったんですよ、うん、で30過ぎたら急に来いって言われて、うん、で親父はもう亡くなってるんですよ、うん、で行ったらね、そこはやっぱ呪いで30歳超えれないんですよ。27歳で死ぬんだったんですね、うん、だからわざわざ母親の名前に変えて30歳までずっと会わないようにしてたんですよ。呪いのこと教えなかったんですよ。はいはいはい。で30歳になったら呼んでもらって、実はこれこれこれでうちの家はで、僕聞いたら何やったんですかって聞いたら、いやそれは自分の家の あまり恥ずかしいことなんで言えない、でもひどいことしてきたと、うん、で30代もみんな死ぬから名前を変えて30やって、やっと名前は佐藤さんだったけど、うん、佐藤ついたんですよ。それは違う名前だったんですよ、うん、だから黙ってることによって呪いが起こる、うん、呪いを伝播ささないでね。そうです、全く知らなかったんですって。ほうほうほう、そういう方法もあんねんなと思って。ああそうか、だからまあ、本来ならそれまで里子どっか出したりとか、親戚、親戚に預かってもらったりしながら、密かに連絡が取るけど名前を絶対継がさないとか、多分そういう防衛しかなかったよな、知らなければ呪いは大丈夫なのかなと思って本人さえ。ああそうか、まあ、伝わってこそですもんね。そう、そうや、呪いっていうのは伝わらなかったからね、うんうん、そうなんですよね、まあ、だからやっぱり国ごとに全部宗教とかいろいろ違うじゃないですか、うん、それぞれ呪いのかけ方も違うんで、違うしね、まあ、絶対自分たちの言語とか文化圏で理解してるっていう認識があってかかるものなのかなって、ね、うん、やっぱりありますよね、まあ、僕はそれは本当に思います。ありますよ、だからプーチンに絶対かからないんですよ、うん、でもだから理解したらかかると思うんですよ、ね、かかるんですけど、ね、要はあの牛三つ時っていうものとか、その五寸釘とか、うん、そういうものを理解したらかかる。だから多分僕らも例えばその ブードゥー教とか言われてよく知ってるじゃないですか、みんなイメージが、はい、だからそういうイメージが湧く理解できるもので呪いをかけられるとかかるんだと思うんですよね、うん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 、だから全くわからないものだと、はい、知らない言語で罵られてもなんでこの人怒ってんだろうって感じになるぐらいで、そうや、ね、かからないと思うんですよね、うん、だからなんかこれ理解できるとかかるのかなって、それがまあ呪いの一つのルールだし、呪いってやっぱり何かのルールとメカニズムがあるので、なんかルールが大体あるじゃないですか、なんか、うんうん、なんか複雑なね、そうですね、今日もそんな感じの話しましたが、なんかやっぱり話の中でもなんか決まったルールがなぜかあって、うん、いや別にそんなの関係なくね、たたりたかったら出てきてもガーンギューでいいじゃないかっていつも思うんですけどしないんですよね、松代まで行ける力があってもやらないんですよ。そうだから後ろごく前にも結局あれ何日やらなあかんねんって話やからね、うん、しかも夜中に人に見つからずやっていくっていう、最後牛出るんですからね。そうですよ、牛なんか出ないですよ、出ないですよ、そんな最後に。だからそういう儀式とかもやっぱりなんか作法とか結構複雑になってるじゃないですか。なりますね、うん、そう考えたのね、あそこのじゃあお地蔵さん簡単なんですね。あ、名刺置いて口紅塗るだけって言ってましたね。おお、作法としては簡単ですよね、僕ね、あの慶応さんの置いてあるんですけどね、だ、うん、かからなかったですね慶応さんって友人がいるんですけど、名刺持ってたから、うん、だから男は無理とは言ってましたけどね。あ、だ慶応さんの名刺置いて置いてみた、口紅は、口紅はその辺に自分の持ってきたで今日見たらですね、あのね乾いてましたね、だからやっぱりだから塗ってるんですね、そ、口紅が乾いた感じになってましたから、うん、ほうほうほう、やっぱ今でもいや、あの聞いてるかどうか分からないけど、うん、やってる人いるんでしょ。いや絶対やってると思うよ、うん、ね、うん、でさ帰り合ったらいけないですよ。あ、だからね、あの呪物展で面白かったんが、うん、あのちょっと意味履き違えてんなって思うのが、ね、うん、女の人が多かったんですけど、うん、あの呪いかけれるものありますかっていうのが、ね、聞いてくるの、怖い怖い、これがね非常に多かったです。どれに呪いかけれますかって、どの呪物をあれだったら呪いかけれるんですか。そうなんですよ、呪物展っていうのは自分が相手を呪うためのもんがここに展示してあるから怖っ、そこに恨みつらみのある男の写真をポットでも置いとこうかってぐらいの世界やろ、そうなんですよ、そういう人が結構いて、ぜ、ね、男性いなかったですね、うん、で、え、呪いたい人いるんですかって言ったら一、うん、人怖っ聞いたんや、田中さん聞きましたよ、で、どうしよう思って、うん、まあ、これ呪いのキーホルダー
ちょっとお前さ、お前さ、ほんまにうさんくさい商売してるんですよ。すいません。呪いのキーホルダーって何？いや、呪いのやつのキーホルダーやけどねって言って。なるほどなるほど。はい。それ僕も買って帰ったやつですよ。なんかでもちょっとこゾッとしましたね。ゾッとすんな。聞きに来るんや。おう、いやだから呪物店で言うても そのそっちのいろんななんかね宗教的な呪いをかけてるグッズですよというのは普通の人間はそう思うねんけど、そうとは取らん人がやっぱり世の中におんねんね。そうか、かけてくれる展示物やと思うんや。そうや、だから横でほらトシさんがおったこの風貌やから、この人かこの人がやってくれるんねんわ。言えばこの中のどれか選ばせてくれて、そう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 、これ100万円、これ10万円、これ1万円コース、どれしますか、どれしますか、これ速攻性あんねんけどみたいな僕らはかけれませんよって言って、あそあなんか残念がってました。そう、残念が怖っ、もう見た目それかけれるような雰囲気出しといてええねん。そうですね、やるんやったらやりますけどねみたいな感じで、ねえ、僕とアップスーさん並んでたら、ね、あかけれそうやな、そう思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 う絶対に。でもあれですよね、なんか縁切り絵馬みたいな、縁切り神社とか、ああそれはもういっぱい、あれ見に行くと絵馬とかでなんかこの人をこの世との縁を切ってくださいみたいな、いやありますよ、そう呪いを、はい、死ねってことでしょそれ、そういうことです、そういうことです。ああいう絵馬とかも呪物ですよね。 あれは完璧に呪物ですね、うん、あれは呪物です。絵馬はあれ絵馬はだってもともと神さんとの契約ですから、だからあの一時なんかパワースポット系でなんで絵馬をあんな普通ね、あの大学合格期間とか、うねちゅう研究、あと病気が治りますよとか大体書いてあるじゃないですか、病気治癒とかいろいろ書いてあるでしょ。で縁切り行ったらあの私のこのがんとの縁が切れますようにとか、そういう真摯なもんもあるんですけど、ただあれ誰が言い出したか知らないけど、エマは具体的な方が神様を分かるって言ったから、だからみんなものすごく一心不乱に細かく書くんですよ。あれまあ、取材で見に行ったんですけど、うん、そしたら相手の住所とか、あ書いてる書いてるんですよ、でもうあの名前しっかり書いてあって、うん、そうそう、でそれをあのこの世から消してほしい、この世との縁を切らしてうん、切ってくださいみたいなこと書いたんだけど、うん、その方法まで書いてあるのがあって、うん、なんかすごいもう殺人計画、そうそうだって書けてる人の住所書いてる人いるでしょ。いやもういっぱいいますよ。なんか覚醒剤切れますように自分の住所書いてるそうそうそう、警察行くやんと思うやなシャバとの縁が切れちゃう、覚醒剤と縁が切れますように名前書いて住所書いてた、間違ってますよいやでも一応ほら正しい、あ正しい、契約としては自分の、うん、薬物と縁切りたいっていうのは自分の真なる思いやから、それは縁やと思いますけど、ただ個人住所あこまで書いたらあかんと思うんだけどね。でもこうでお参りするときはやっぱちゃんと自分の住所氏名を言って、そうどこの誰が言ってるのか分かるようにしないと願いが届かないってやっぱり言われたりしますから、僕なんか全部自分手合わせるとき心の中で言いますよ、自分の住所氏名、そうだね、必ずだからなそのくだりがあるから長いです、僕手合わせてる時間。言わないですか、僕もやってますよ。そうなんだ、言ってなかった、うん、しまった。いやいやあのお前たち全員罰当たり、うん、普通ね誠言いますよね、違うね、あのね君たちね本当に罰当たり、間違ってます、あのね、神様にはお手を合わせてお願いを本当はしてはいけないんですよ。え、そうなんですか。あれは世の中にいろんな神様もらいますけど、あ今私も現在頑張っておりますのであのよろしくお願いいたしますって言って、あの名前をぐらいを言うだけでお礼を言いに行くところなんですよ。で絵馬を書くっていうのは初めて願を書ける、その代わり、絵馬を書くってことは自分がその絵馬が叶った時じゃあどうしますかっていうことを言わなかったんですよ、つまりあの本当に、あの願掛けっていうのは本来は人に言わないもんですけど、絵馬に書いて奉納した時はそれは神様とこっちと契約交わしてるんですよ、でこれに叶った時はちゃんとお礼とかを持っていかなかったんですよ、やばやばやばいよ、いや住所いっぱい言ってるし、豊川稲荷の東京別院の融通金っていうのやってるんですよ、一人前から、で、それって融通金ってこう袋もらってきてそこにお金入れて財布に入れておくわけですね、で1年後の同じ日に返しに行ってまた同じ袋もらってきてって言って、そうすると、まあ、お金に困らないとか儲かるとか、そんな感じなわけですよ。でさっきから話聞いて、あしまった今度から豊川稲荷行った時は絶対住所言おうとか思ってたんですけどいやいやいやあとできれば金額も具体的に言った方がいいから、でも本当はその一つの神社決めて定期的に行って、そのちゃんとお納めするもお納めしながら、ありがとうございますっていうとこと、神様がそいつの顔も覚えて、わあ分かった分かったっていうとこで何かあった時助けてくれるのが
神の力みたいな感じですね、日本神道は。ですだから1年経った時にまたこうねお礼のお金をこう納めするわけじゃないですか、うん、去年より減額っていうのはないかなとか考えちゃうんですよね。あちょっと足しとくかみたいな、うん、そうそうそう、ちょっとでもいいから ちょい増額して、はい、そうするとでも今度は住所も言います。ちゃんと神様との付き合いはそっちなんですよ。だからやったらなんかだからほんま書くときは、絵馬書くときは本当に一心不乱に自分が願ったことを書いて、その代わり達成したらお礼をちゃんと言ってありがとうございましたって言いに行ったらそれは大丈夫なんですよ。うん、なんか適当に皆さん思ってますけど、僕ちょっといろんなこと神道のいろいろ神道というか、まあ、いろんなこと調べて、あのほんまにどんな神様祀ってるかわからない地域も結構あるんでね、うん、そうですね、うん、そうなんですよ。そこ行っていいかどうかわからない可能性があるんです、ね、だからみんな勝手になんか田舎行ってね、なんかようわからんけど神社あったから行っとこかみたいな感じで、もう必ず行っちゃいますね。必ず行って住所氏名を言って具体的な願い事を言って同じ。いやでもそれやったら、はい、そのすごいその願い叶った時また行かなあかんです、そんな遠いとこ。そう行かなあかんです、うん、だから、ね、あんまり遠いとこ行きすぎるとちょっとなんか面倒くさいですよ。そうですよね。僕は家の入り口に、まあ、僕マイホーム神社みたいなのがあの花園神社ですよ、新宿好きなんで、はいはいはい、マイホーム神社って呼んでるんです僕は。俺のホーム神社っていう意味で、あのでまあ、だから熊手とかこう置き方とか飾った神棚があるんですけど、なるほど、毎朝手を合わせるんですけど、遠くに行った後になんか願い事が叶うと、僕は一応勝手にそこにこうなんかこう神棚のことをゲートって呼んでるんで、ゲートを通じてお礼を言えるって信じてますから僕は。繋がってないろんな神様に、ね、でもそれは方法やと思いますよ。だからこの前本当にああさしたっていうのをちゃんとゲートからあの遠くからで失礼しますって、どころ誰の私でございますよって言って俺言ってます。もうマイルールやな、はい、マイルール。そうですね、変な、だから自分にも呪いのルールみたいなのあるんですけど、なんかほう、でもまあそれはでも家の中で神棚とかね、うん、作っといて、はい、お前してちゃんとお祭りしてちゃんと水替えてね、はい、あんなやってたらそれはそれで作法ですからね、うん、それが大変なんですね。水替えたらちゃんとせなあかんからね。そんなん言うたら田中俊弘がやんな、東北のお白様。そう、お白様持ってたな。そう、だから大変っすよ。朝はいつもお線香あげて、うん、おしらサイモンっていうのを呼んできてますから、うんうん、あそれで今度行くんだ、おしらそばせ行って。そうなんですよ、10月16日がこんなにちゃんとやってんの。やってるみたい。なんか最近見た目がだんだんさやばくなってきたぞ、田中さん。一瞬前ね、なんか1年ぐらい前ねかっこよくなってたんですよ、田中さん。で集めるようになってから昔の田中に戻ってきてる。俺は嬉しいよ、昔の田中の方が。いや別にいいでしょそれは。俺はええんだけど心配でちょっと。いやいやいや、でもあの結構あの忙しいですよ。だから子供のやつに線香あげたり、うんうん、お菓子あげたりとかで、なんか主婦みたいな。いや、ね、休んでる時はもし例えば地方行く時どうしてんの。その時はさすがにあのできないんですけど、うん、あの常にアップスーさんが家にいるんで、あのできればやっといてって言ってるんですけど。おお、なるほどね。そうなんや、今アップスーさんと一緒に暮らしてるのか。大体います。大体いますか。なんか田中さんいなくてもアップスーさんがお客さんをあの田中邸に案内して呪物の紹介とかしてるみたいですね、はい、うん、そうなんですよ。だから博物館と思ってんのかな。そうやね、博物館か、はい、ということでぼちぼち時間も来たようでございますので、はい、それではちょっと、客電話を上げていただいて、はいはい、ということで最後では皆さんの邪気払うために一本締めで終わりたいと思います。よろしいですか皆さん。あ、そうや、最後に言うとかなあかんな、月物落としやっといてくださいね。月物落としというのはあの家帰ここを出ました、でここを出て家帰るまでの間にここにあったものはあの階段で汚れてますので、何かを買ってで新しいものを買って家入る前に飲むか食べるかしてください。それが月物落ちるというやつなんで、今ここにあるものであの水とかミネラルウォーターとか持っておる方、ここにあるものはもう汚れてます。別に俺あのファミリーマートがローソンのあれでもマキシモンでもないですけど、ここにあるものは汚れてるので、ここにあるものはもうな飲んでも飲んでもいいんですけど、月物落としにはならないので、必ず外で何か新しいものを買って飲んだり食べたりして月物を落としてください。それがあなたの身を守ることでございますので、守らなかったら今日シャワーした時怖い目にあったりするかもしれませんのでね。嫌でしょう、こんな階段聞いたと一番俺でも嫌やね。家帰ったとシャワー浴びる瞬間が一番嫌ね。
目つぶった瞬間何がおるか分かりませんからね。はい、それでは最後一本締めで終わります。皆さんどうもありがとうございました。よー、どうもありがとうございました。どうぞ気をつけてお帰りください。